はい、今回の、キヨちゃんスポーツは、プロ野球も終盤になってまいりました、阪神タイガース OB 会長川藤さんに来てまいりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。川藤さんといえば、はい、もう野球の話はもういいんで何の話すんで。僕はね、うん、最近常々、ね、プロ野球選手はこじんまりしてきたなと、なんか昔はそのまだ古い話になって、昭和感の話になってしまうんですけど、野球選手ってちょっと独特な世界だったじゃないですか。だって、ね、昭和の時代のわしらよりも先輩たちの方がもっとえぐいじゃないか。あと相撲であったり、そう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 。でも今スポーツニュース一番先にならないですよね。ならプロ野球は、うん、なんか新興宗教じゃねえんだけど新しいものにボン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 入ってきとるよ、はい、昔はもうプロ野球から最初じゃないですか。そうで、プロ野球中継も減ってるし、うん、まあ、個性が最近あの選手が少ないなっていうところで、うん、あえてもう個性の塊川藤さんにの都市伝説をそんなあるわけない、調べてきましたんで。現役生何年間でしたっけ、現役何年、19年、うん、すごいですよね。なんで今日20？いや、僕はあのレギュラーで23年です。おい、言うなレギュラーとかなそういう記録の話はすんじゃねえぞ。いや、そこですごいのが、19年やって895打数ですよ、年間何打席ですか。え、もっとえぐいのは洋画ヒットの本数、今日何本打った。僕2000は打ちましたな、はい、わし211本やぞ。川田さん口癖ですよね、イチローに抜かれたって。そういや、イチローの、ええ、あいつ日本の時の記録が210本やった、はい、な、はい、その時にどっかのスポーツの記者が、はい、一番近いのは誰か言って探したのが211本のわしやった。いや、これ障害ですよね。そうや19年ですよね。そう、19年で211本、一郎1年ですよ。そうそれ。だからわしのことお茶布団か言うてやな、その文言のやつ怒ったことあるやん、笑かんやけどな。いや、すごい笑いますよね。それでまたすごいのが16本塁打。最近で言えば9月8月、村上選手1ヶ月打ってましたね。1ヶ月ですよ、その頃のね。1ヶ月バースがな、はい、ね、14本かなんかやった。わしらお前ほんまにお前らの1割でしかないね。テンパーの選手や。いや、でも何がすごいって、そのよく記憶に残る選手、記録に残る選手ってありますよね、うんうん、でずっと記録ですごい選手でも忘れられている選手もいますよね、うん、な人なんか特にそれはな、うん、でも川藤さんはですね、これ本当か嘘か分かんないんですけど、強肩俊足、俊足って本当ですか。本当ですかって当たり前のことやないか。あ、そうですか。ほんじゃ言うけどな、あのから二軍戦やね、関東はイースタンリーグやないか、はい、な、こっちはかあの上三リーグやろ、はい、わしが入った時に、はい、盗塁王の部門が、はい、イースタンリーグにあって、はい、上三じゃなかったの、はい、ほんでわしが入ってすぐ、はい、当時60試合やって、はい、で30試合ぐらいで、はい、頭に出どころあったの、はい、入院して、はい、ほんでそこからあとゲーム出れなくなって、はい、ほんでもその32試合で30盗塁ぐらいしとって、すごい、うん、書いてますな、最多30盗塁をマークしたことがある、うん、ほんで、あ、本当だったんですね。ほんまで、ほんで上杉伝説じゃないですよ、ないわい。上
イースタンリーグの盗塁王の部門ができたのは、その年に文句言うて、球団になんでないんやんておかしいやないか、イースタンにあってウエスタンないなんだないや言うて、文句言うてくれ言うて、その次の年からできたんやウエスタンリーグ。あ、盗塁王ですか。盗塁王はあ。でわしは村井氏はな、次の年も一軍と掛け持ちしとってたから、もうこれ全部嘘かなと思って都市伝説なんで、本当だったんですよね。ほんまやで。それでキャンプでアキレス腱を断裂してしまい、以降は代打として活躍なしをする。でも活躍で補欠やん。1980年には打率3割6分2厘と大活躍。翌81年も3割5厘と代打の切り札として、これ代打で3割6分2厘残したんですか。知らん。数字がそんな、わしは数字なんか興味あらへんからやな。いや、これ代打で3割6分2厘ってすごいですよ。確かね、遠井さんがね、はい、現役辞めて、はい、次の年からバッティングコーチになられて、はい、で遠井さんがね、あの樫の木で作ったバッター、はい、抜群にええねん。はい、で父さん、これバットを僕にください、もう来年から父さん引退やからいらんじゃないですか言って、はい、おい川、これだけどな、このバットも最高に、はい、ちょっと縁起のいいバットやから、はい、お前それはやるのはわけないんやけど、簡単にはやらない、3割打ったらやるって。わかりました。ほんじゃそのわし3割打ったら、ただし規定打席がどのこの言わんといてくださいよ。あ、どんな少なくても3割という条件はわしは絶対あの取りますから。今3割残した。いや、僕も代打の経験あるんですけど、何、て言うんでしょう、代打で結構1打席あるじゃないですか。代打でヒットを打つっていうのはレギュラーが猛打賞をするより難しいですよ。まぐれやん。いやいやいや、まあそういう時もあったでしょうけども、それで代打さよならだわ、6本は未だに破られてない西洋記録です。なんからしいな。らしいな。いやいや、ほんま、わしも聞いたこと。これすごいですよ。代打のさよならヒット6本っていうのは、確かに破られてないだろうけど、はい、完璧な補欠じゃないと代打っていかへんよ当時は。あ、今でこそもてはやされるけどやな、はい、当時はもう補欠の象徴が代打やんか。その中、あの打った投手も巨人三浦さん、カープ大野さん、巨人隅さん、太陽斎藤昭雄さん、広島川口さん、太陽遠藤さんとエース級ですよ。いや、だってこいつ打たんかったらクビやん。普通打てないですよ、レギュラーでは。だから前ぐらいやっちゅうの。あ、それ、あ、やっぱり残りなんかな。いや、僕ら子供の頃から見てたから、もうすごいピッチャーですよ。いや、みんな、だからわしらはその時にバッティングコーチに言われたのは、はい、川と、まず左、はい、左打てんかったらお前は阪神で役に立たん、はい、で、巨人戦で打てんかったら役に立たん、はい、もうこの2つ、それだけ。やっぱりそういうチャンスの場面もあってくるわけじゃないですか、うんうん、僕今ね、あの自分の後輩の立浪監督は中日がいやいやなかなかチャンスで打てない、うん、そういう時にその川藤さんチャンスでどういう気持ちで出せないんですか。わしなんか来た球打つだけやちょっと参考になるかもしれない。いや、参考はな、正直やんか。だから要は長嶋さんが、わし唯一言われたのは、現役終わった時に、その年のオフの何かのテレビの番組で一緒になって、川田君、お前さんのおかげで一人だけあの野球界にいいことを作ってくれたっていうのは、代打という地位を築いてくれた言うて、長嶋さんがそんなこと言われると思うとねえやんけ、びっくりした。ほんで
長嶋さんがよくバッティングなんてのはね、来た球こういう打つんだよ言うて、はい、言うとって、はい、わしそのまま実行しとっただけ。やっぱりそのいろんなこの大投手やったら、うん、あのいろんな球種が気になるわけじゃないですか。だって球なんか絶対相手のピッチャーエースであればエースであるほど、はい、決め球持っとくよ、はい、そう決め球を打ちゃええやんか。いやわしもそういう人思うんだよ。一番の基本はまっすぐ打つことやんか。そうですよね、はい、なん絶対まっすぐ投げてこないやつはこれもピッチャーじゃないと思ってやっぱりファーストストライクは振りました。振った一球目から行けなかったら無理。あやっぱりそうですよね。もうあの年ね、前年度に数字残したから、そしたらちった代打で行ってテレビに映る時間って、初球から行ったら一瞬で終わりやんか。下手したらもう右目と左目と終わっとんのに、これはあかんやろと思って、いっぺんワンストライクツーストライク見逃してから勝負したろうと思って、そんなバカなことを考えたこともあったの。いや、これで打てんかった。いや、テレビのことを気にして。気にして。だから、アホやろ。補欠がこんなバカなことを考えること自体はアホやろ。いや、僕先輩大したアホって言えないんですけど、いやちょっと、加藤さん伝説ですよね、これ。そんなお前。何が伝説やねん。いや僕もありましたよ。だろ、僕はジャイアンツ東京ドームで、うん、あのトンボが流れて、うん、そしたら終わったら今度応援団が、うん、まだその「おーおー」って歌い出すわけですよ、うんうん、あこれ初球打ったらこれ赤その「おーおー」って盛り上がると瞬間に僕はセカンドボールを「おーおーおー」って下がっていくわけですよ。あこれ初球打ったらあかんのかなっていうこと、まあ同じような僕もアホですよ。見逃したことがありましたけど。で先ほども加藤さんのチャンネルでもお話しされたんですけど、これ僕嘘やと思ったんですよ。野球を始めたきっかけはドラマ「スクールウォーズ」で有名な伏見工業ラグビーの日本一に導いた山口義治さんに誘われたからっていう、うん、山口さんは中学まで野球やっており出身中学の野球部が足りないと知って、わらさばかりしていた小学校6年の川藤さんに野球で球拾いでもしろと声をかけた。アホらしいと思っていた川藤さんですが、手伝ったらかき氷を食わせてやると言われ、うん、かき氷に連れて野球部の練習に参加。そう、その通り。一字一句間違ってない。かき氷です。かき氷、あのいちご真っ赤かのサッカリンの入ったあれがね、一杯5円が食べられなかったんよ。かき氷です。かき氷で、あの頃そのかき氷食べさしぶりがあったら やってなかった。うん、やってない。よっちゃんが、おいかき氷壊したくから球開いて、それが条件や。今でもかき氷食う時や、その思い出します。だからかき氷、本当に大好きや。あ、そうですか。夏になったらもうかき氷、その夏はもう今年もそうやけど絶対食べる。あのドラゴンズの選手の皆さん、かき氷って言ってたチャンスに強くなるかもしれません。どん底から這い上がるぞ。53歳過ぎても打てるんだけど。